ルシアン・ルイ・カペーは、フランスのバイオリニスト、室内楽奏者、音楽教師、作曲家。超絶的な演奏技巧と力強く温かみのある音色とを合わせ持ち、ビルトヨーゾとして名を馳せた。ミドルネームは、ルイ16世に、生は、フランスの王家にちなんでいるものの、実家は、パリの労働者であった。15歳までパリのビストロやカフェーでバイオリンを弾いて、自活した。 パリ音楽院ではモランに支持する。フランス国内の著名なオーケストラとソリストとして共演し、1896年から1899年までラムルー管弦楽団のコンサートマスターに就任した。1899年から1903年までボルドー聖セ,セシリア教会でバイオリンを指導する。1893年にカペイ四重相談を結成し、 ソリストとしてのみならず、室内楽奏者としても成功した。カペシ重奏団は、古典派やベートーベン、ロマン派の弦楽四重奏曲の録音を実現させている。1925年頃から1930年頃までのおよそ5年間に、ハイドンのヒバリーやモーツァルトの不協和音、ベートーベンのラズモフスキー第一番やハープ、シューベルトの死と乙女などに加えて、 ドビュシーやラベルの弦楽四重奏曲も録音しており、さらにはマルセル・シャンピットの共演でフランクのピアノ五重奏曲へ単調も録音している。中でもベートーベンの弦楽四重奏曲第14番 A 派単調はカペイ史重奏団の残した名録音の一つに数えられている。カペイは教育者としても一目置かれ、とりわけ運休技術で名高かった。著名な門弟に ヤッシャブロツキーとイヴァン・ガラミアンがおり、いずれも今世紀の最も影響力あるバイオリン教師となった。ベートーベンの17の弦楽四重奏曲や希望、すなわち哲学的著作などの著書があるが、最も重要なのはバイオリンのボーイング技術のあらゆる側面についての決定的な論文、運休技術の奥義紹介である。カペーは弓職人のジョゼフ・アルチュール・ビニュロンと協力して、 ルシアンカペー型の弓を作り上げた。ビニュロンの設計した弓は、ルシアンカペー型であると、しばしば刻印され、湾曲した一種の三角形の交差部分があり、重心は、重心より、低めにして、弓に安定感を加えたものだった。ありがとうございます。